はい、どうも皆さんこんにちは、 IGN ジャパンの今井です。はい、倉部です。今回はですね、スクエアエニックスさんのトライアングルストラテジーの試遊をしてきたので、その感想を倉部と一緒に話したいと思います。はい、ということで試遊したんですけど、実はこの2人やってるあの場所が違うんですね。うん、倉部は冒頭というかもうほんとスタートからゲームの最序盤第1章ですね、はい、はい、からスタートして、私は第8章、これはですね体験版で配布された第7章の続きをプレイしました。はい、体験版はね2人ともやってそうです、ね、前動画撮ってたんで、はい、まあ、それはそれでまたご覧くださいということで、新たにね、まあ、新たに分かったことというかゲームのプレイ体験がより伝わってきたというところは大きいと思いますが、うん、まずは最初からやったクラベの感想を聞きたいと思います。まあ、僕はだから逆に前回の体験版が第7章だったわけで、ある程度まあ複雑なマップだとか特別なその仕掛けとかギミックが入ってたじゃないですか。それに対して今回は第1章なのですんごいオーソドックスなマップだったんですよ。逆に戦闘がね、本当に初戦闘が敵がいて仲間がいて特に変わった仕掛けもなく、それでやり合うという感じからスタートしたんで、うん、なんかゲームプレイ的に正直言ってその、まあ、前回俺十分楽しかったんで、そこから新たな発見はまあないですね。まあ、あるとするならばシンプルなマップではあったんですけど、決して簡単ではなくて、うん、まあ、ちょっと油断してこう変な動きしてたということもあって、あの1回ゲームオーバーになりました。そのシミュレーション RPG の最初のマップでゲームオーバーになることはそうそうないと思うんで、うん、そういう意味でこうこの後の難易度も割と期待できるのかなっていう気はしましたね。はい、はい、まあ、戦闘についてはあんまりだからそこまであの今回新しいところはなかったと思うんですけど、はい、その序盤のストーリーはどうでした？そうですね、まあ、この物語全体は、まあ、あのノゼリアという大地があって、そこで3つの勢力があって、鉄と塩を巡った、まあ、戦争なり、まあ、休戦状態に入ったりするという設定の中で、グリンブルク王国があって、で、まあ、主人公はそこの、ウェルポート系のウォルホート系ですね、うん、失礼しました、うん、ウォルホートの次期当主という設定なんですけど、そこでちょっと政略結婚的な設定があって、もう一つの勢力の女性が、まあ、嫁ぐという設定になってて、で主人公はそのまだ会ったことのない、これから妻になる人に、会いに行くというところから始まって、うん、でそこで、盗賊が現れて戦うことになるんですけど、まあ、その盗賊がある女性を襲ってて、その女性を助けて一緒に戦うんですけど、それが実はヒロインであるその妻フレデリカですね、はい、フレデリカなわけですけれども、はい、まあ、プレイヤーはそれを知ってる状態で遊んでるんですけど、2人の、ヒロインヒーローはそれを知らないで一緒に戦って、で、まあ、盗賊を、追い払うとそれが判明するっていう、まあ、ちょっとこうラブストーリー的な要素を強めのオープニングと言えるかなと思いますけど、まあ、その中でやっぱりまあ、感覚的にそうやって初めて出会う人と妻になるんだっていう設定自体は結構面白いし、でその中なんかちょっとした選択肢とかでなんか私の髪の毛の色を驚きませんでしたかとかって言われて、いや美しいですねっていうのか、それともまあこういうあなたと同じ族の人は私の国にもいますから別に驚きませんっていうのか、あるいは見た目よりも中身が大事ですっていうのかっていう、こう選択肢もちょっと入ったりして、でちょっとこう、まあ、いい感じになったりして、なんちょっとその最初の方はこうラブストーリー的な様相がこう魅力的だなと思ったんですけど、その後、まあ、主人公たちの拠点に戻ると、まあ、どういうわけで、この結婚を、させられることになったのかっていう説明がその主人公のお父さんから入るわけなんですけど、まあ、これがやっぱりその一つの政策としての結婚で、うん、まあ、主人公もそれをどう思うのかっていうのもあるだろうし、プレイヤーとしてそれをどう思うかっていうところにもちょっとまあ考えさせられる、ゲームのオープニングだったかなっていう感じですね。で、まあ、今の投資はちょっとね、どうやら10秒にかかってるようで、もう次期、主人公が投資について、それで、まあ、はい、大変な、戦争に巻き込まれるだろうなという感じのオープニングでしたね。その体験版の段階ですでに亡くなってたりするんで、まあ、そこは多分予想されて当然ですけど、はい、まあ、
ヒロインであるはずのフレデリカに関しても体験版ではね、実はあんまりそのはっきりと書かれてない、うん、そうかもしれない、ね、だからその普通に戦ってるんですよ、仲間ユニットの一人なんで、はい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 、普通のユニットの一人でね、まあ、あんまストーリー最初わからないで途中からだからプレイしてると、まあ一人のユニットでしかない感じから入ってしまうかもしれない、まあ、体験版から入ると。そうでも実は結構そういう話があってってとこですね。そうですね、まあ、そこがまあその序盤からちゃんと順番を追ってやるとかなり、まあ、要するにその戦争というのを大きなものとして描きつつ、キャラクターたちのその境遇自体も結構丁寧に描かれるのかなとは思います。まあそれはそうですね、まあ、そもそも体験版の段階でこれなんかトライアングルっていうのが結構入れ子にはなってまして、3つの国があると同様に、ね、このグリーンブルク王国というメインの国は3つの何ていうか御三家と呼ばれる国があって、はい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 、でそれぞれにまあなんかそれ対立したり協力したりする関係にあるんですけど、まあ重要なのは、まあ、これ結構その最初のストーリーでも結構重要だったんですけど、その王子ですね、残った王子ロランと、主人公が基本的には、ね、友達関係だったんだけど、まあ、ロランはその王様を殺された結果、まあ、なんかその身寄りがない形になるんですね、はい、で結果的にはこのウォルフォート家の中でかくまわれてるっていう設定ですけど、そのあたりもね非常になんか結構複雑な大人のドラマ感もあります。そうですね、まあ、このロランも第一章では登場しますね、はいはいはい、ちょっと訳がよくわからないですけ ど, なるほど、まあ、逆に言うとそのストーリー描写は、基本的にそのテキストを読み進める形で、他にねこのゲームいろいろとね探索して証拠集めだとか、あるいはその多数決で決めるパートとかあったりする投票の部分があるんですけど、そういうのを第一章では登場せず、本当にバトルと会話と、まあ、ちょっとした会話の間の選択肢で成り立ってる感じなんですよね。で、まあ、相変わらずこれは体験版もそうだったんですけど、そのメインミッションはほとんどそのストーリーだけで終わるところもあるんですよね。はいはいはい、でまあ、そこはちょっとね前回も言ったけど結構かったるいところがあって、まあ結構ね、毎回労働派入ってみたいな、まあ、それもあるし、結構テキスト利用は結構、まあ、序盤だっていうこともあって多いので、うん、結構ね読み進める感じの読み物感はありますよね、はいはい、じゃあ私に入りましょうか、はい、私がやったのは第8章ですけど、これは第7章の話の続きなんで、第7章の状況を簡単に説明しますと、王様であるグリンブルクの王様である、レグナという王様が殺されました、エスフロスト公国というところから急に攻め込まれまして、で結果としてこの残った、王族がロランだけになります、コーデリアっていう女の子は残ってるけど捕らえられたままなの でこのロランをかくまった、主人公のセレノアがじゃあどうするかと、王様の血をかくまったままこの、まあ、強いエスフロスト公国と戦うか、それともロラン自分たちの、まあ、争いを避けて差し出しかっていう、まあ、選択があって、これが実は両方選べるんですよ、うん、でどっち選ぶかっていうのは本当にプレイヤーの自由で、この、選択肢によって戦闘マップも変わってくるんですけど、プレイヤーの自由というか投票式だから、あれ投票式で決まるよね、あと、まあまあ、ここは多分投票だったと思いますね、まあ、完全に自由ではないんですけど、はい、まあ、選べるんですけど、まあ結論から言うと私はやっぱり差し出さない方法でやったから、今回もそのデータから進めたんですよ、はいはいはい、なんで基本的には、エスフロスト公国との対立関係が軸となってくると。でそこで面白いのが3つのこの御三家の中で、じゃあ御三家一体となって戦えばいいじゃんっていう風にテリオール家のシルボルっていうやつが来るんですけど、こいつがね この話ね一方その時みたいなやつが結構多いんですよ。 ありますね、うん、でそれでもうこいつが悪いやつだって分かってるところがあってちょっとここは興ざめかもしれないんだけど、うん、まあこいつと組むのはどうなのかっていう時にまた投票しなきゃいけないと。で投票は面白いのは、前回の体験版は自分も投票できたんですけど、今回投票できないシステムになりました。あ、自分自身が、ね、自身が仲間だけが投票するから、その説得とかが重要になるって、うん、私はだからこれは、まあ、おそらくこのテリオール家に、一緒に戦おうとしたらどっかで裏切られるのかな、目に見えているし、ほとんど その何ていうかその自分たちの家兵家臣、手下というかその人たちもテリオール家のことを疑ってるんですよ、うんうん、でも疑いながらも結構ねみんな何ていうかな、現実主義的に今はこいつらと戦うには手を組むしかないし、後で裏切られたらその時、まあ、こっちから切り離せばいいみたいなことも言ってて、まあ確かにそういう考え方もあるなとか思って、結果的に僕は迷ってあえてなんかその中途半端な状態で
投票かけたんですよ。ああはあ、はあ、そしたら面白いことにみんなやっぱりこいつは信用だなと言ってあのテリオールケとあの同盟を組まない結果になったら、そしたらどうなるかというとテリオールケとの戦争になると。いや結構そこをこう仲間に委ねることも面白い要素の一つですね。面白い、うんうん、まあ、実際のところどっちが得かっていうのは分からないし、まああのね、まあ悪そうなやつとも組むっていうのは戦争上もありあるとことだと思う。そうですね、うん、まあ現実的かなと思って。でもまあ意外とみんながこのなんかそのシルボルっていうやつを疑ってた結果戦わなきゃいけなくなって、でそこが一つの戦闘マップで、そのマップがメインでしたね。でももしそうじゃなかい方向を選んでたらこのマップは見れなかった、見れなかったですよね。だから結構テリオール家と戦争するかどうかっていうのは大きな分岐ですね。大きな分岐ですね、うん、まあ、いずれにしろその戦闘になったんですけど、この戦闘自体はですね、まあ、あの第7章と似たような構造ですけど、基本的には相手が攻めてくるのをあの迎撃する戦いで、ま、あの第7章であったマップのギミックはなくなってます。っていうのはもうすでに村燃やしちゃったから。そういうマップありましたね。覚えてるかどうか分かんないですけど、はいはい、第7章では自分たち の、まあ、その戦争のために村を燃やして、対抗するという策に取ったんです、ね、でもマップ自体は同じあの村なんですね。いやちょっと違います。もうちょっと上の方です。ああの城壁に近いところで戦うんです。で、まあ、そのため今回特別なギミックはないけど、いくつかのバリゲードでその侵入を阻むような要素あるんですけど、敵の行動も結構、ね、興味深くて、最初はバリゲードをどんどんあの破壊して進軍してくるんですよ。で地形的にはあの、まあ、その主人公たち側が高いところにいるのであんまり動かない方がいい。 なんで弓とか魔法とか、魔法も実はね高い位置から攻撃すると補正が発生するんですけど、それであの迎撃してくるんだけど、ところがどっこい最初はうまくやれてたんですけど、ボスキャラがね実は結構強いんですよ。この基本的 に体力もあって、なおかつダメージも3発食らったら確実に死ぬぐらいの攻撃力があるので。そうですね、僕もだから最初のマップでいきなりねそのボスらしいキャラが2人いたので、はい、で1人が弓でもう1人があの近接だったんで、結構最初のマップにしてはこのボス手強いなと思いましたもんまあそうでしたね、うん、でボスキャラは結構強いので、まあ、ボスを対応するにはそれなりに頭を使わなきゃいけないですけど、このゲームの一番重要なのはまあその強撃するというか、はいはいはい、まあ、挟み込む、挟み打ちのはすごく重要で、まあ、相手をなるべく動かせないようにして挟み込むとダメージがね、あの連携取って、そうですね、まあ、倍というか2回攻撃できるみたいなところあって、はい、まあ、それをうまく使うとまあそこそこできて、まあ、とはいえ結構難しかったです、ね、難しかったな今井さんでも、うん、あのこの手のゲームを理解している人だと別に問題なくクリアできるけど、初めてシミュレーション RPG をやろうとすると多分うまくいかないとは思うんですよ、うんうんうん、なのでやっぱり結構難しめに作ってあるっていう印象でした。おー、それは喜ばしいことじゃないですか。僕としては喜、まあまあもちろん面白い、いい意味の難しさじゃなきゃ意味ないとは思うんですけど、もちろん、うん、まあ僕としては結構よくできてると思いました。ただまあやっぱりシミュレーション RPG 独特のなんていうかね、じわじわした戦い方だし、はいはいはい、まあ地味といえば地味ですよね。ずっとあの雰囲気が変わらないっていう意味では、まあ、それはでもこのジャンルだとちょっと避けて通れないかなっていう。そうなんですよ。だからそこは、ね、あの相手に追い詰められてる状況をなんかどれほどその自分があのなんか面白く思えるかとか、あと僕はやっぱりそのキャラクターがその匿名のユニットじゃないので、はい、まあ、セレノアは分かりやすい剣士タイプで攻撃力高くてあのまあ、あの歩兵なんですけど、うん、ロランはですねこれはあの王様らしく騎兵なんですね。そうですね、はい、でまあ、ロラン槍使って少しあのこうあの範囲が射程が長いんですけど、まあ、ロランを少しあの危ないぐらいに少し出しつつ、それを回復させつつギリギリのところでセルノアで救うみたいな、あ、まあ、ちょっとロールプレイメーターの遊びもできますし、まあ、まさしくフレデリカはヒロインなんだけど、まあ、これ魔法キャラなんで、でも攻撃魔法なんだよね。攻撃魔法、それがちょっと意外だね。そうですね、うん、でまあ、逆にジーラっていう女の子が、まあ、回復魔法、回復役ですね、はい、でその辺を考えるのも面白かったし、あとは、やっぱりね最初の体験版でも興味深かったアンナですね、忍者みたいなステルスキャラなんだけど、はいはいはい、こいつは使い勝手があの面白いんだけど結構難しくて、あの相手を後ろから攻撃はしやすいんだけどバレるとかなり、まあ、あんまり弱い攻撃の手段はね、うん、まあ、そういう意味でなんか今回は、まあ、体験版の方はそれ強く感じたけど、うん、あの
ユニットの個性は結構はっきりしてるし、それぞれその長所と短所が分かりやすいので、まあ、そういう意味でなんかこのユニットではこれをとかっていうのが決めやすくて、そこは結構楽しいなと感じました、ね、そうですね。で、まあ、最終的にそのボスキャラを倒したら相手は撤兵するので他の雑魚は無視してもいいんだけど、はいはい、でもとはいえ結構やっぱり雑魚を削っていかなかったらうまく戦えなかったので、まあ、そのゲームのデザインとしては非常に、シミュレーション RPG らしい、まあ、本格的な歯応えのあるものにはなっているとは思います。そういえばそれで言うとロストってないよね、あるのかな、このゲームはなさそうですね。なさそうだよね。なんでまあその死んでも基本的には一旦撤退してるだけなんで、そうですよね、まあ、一部のキャラクターの場合はゲームオーバーってことかな。あ、そうかもしれないね、まあ、マップ次第でしょうね。マップ次第、まあ、勝利条件とか敗北条件によりますけど、まあ、はい、ロランはおそらく死ぬとやばいんじゃないかなと思いますけど、状況によってはね。まあ、いずれにしろ、なんていうかシミュレーション RPG 好きにはもうおすすめしたいぐらい、はい、今井さん前回はもう少し懐疑的だったから、今回はもっとそうですね、前向きになったのかな。なんか、まあ、前回だからまあ2マップぐらいしかできなかったし、そうですね、まあ、奥深さがどの程度あるかっていうのは分かんなかったところあるけど、僕がやっぱり気に入ったのは、戦闘前の準備シーンとかにいろんな兵士とかの話聞いて、相手はこう来るからこうやって対策すればいいとか言って教えたりするんだけど、なんかそのちゃんとバリゲードを組んだりしてるところがいいですね、戦争らしさとして。あ、もうただ戦うわけじゃなくて、これはもうその防衛戦なんだと、はいはい、でそれを分かった上でやると、まあ、そのちゃんとしたプレイもできるし、まあ、あくまでもシミュレーション RPG ってある種その戦争のロールプレイのところもあるので、まあ、爽快感とかはないけど、そのロールプレイの部分では非常によく考えられてるなと。まあ、そうですね、それはなんかマップごとにどういうタイプのシチュエーションかという、シチュエーションなのかは結構体験版の段階でも僕はそこは結構マップでストーリーテリングうまく描いてるなと思いましたね。そうですね、はい、まあ、もっといろんなマップ見てみたいところはありますけど、はい、まあ、なので基本的にはかなり前向きにっていうか、ぜひとも続きやりたいなっていう気がしました、うんうんうん、その難易度の高さも含めて良かったですね、はい、難易度って選択そもそもできるんだっけ。できるらしいですね。できるよね、はい、まあ、結構そういう意味では苦手な人でもまあストーリーを楽しむっていう遊び方もあるかもしれない、あるかもしれないし、あとはまあ比較的アイテムを使ってなんとかしのぐってことも結構できますね。回復に関してはそんなに回復手段が乏しいので、アイテム使う必要があると。ただアイテム使うと1回高騰消費してしまうので、まあそこは、ね、従来の RPG らしいけど、うん、なんか第一章だとね、その辺まだ物資がすごい少なくて回復の手段もかなり限られてるのが大変だったんですよね。まあそうかもしれない。そうそう、ということで、はい、まあ、だいぶね内容が見えてきたんですけど、まあ、今後、まあ、新しいニュースとかで話題になるかと思いますが、まあ、ぜひとも私は完成版非常に楽しみにしておりますので、はい、ご期待くださいということで、はい、スガイニクスのトライアングルストラテジーの、CU の感想でした。はい、ありがとうございました。バイバイ。